く飲むものは何ですか？圧倒的に冷たい。あ、そうなんですね。そうですね。水シャワーのイメージがあるので。そうですね、はい、外も内も冷たい方が合ってるんじゃないかなと。鍛えていらっしゃるんですね。でビールも飲むこと多いんでしたっけ？うん、あ、そうですね。真冬でももう最高っていうやつで、あ、ね、ウェザーニュースのテロップでもビールの指数ありますけれども、はい、今日はビール美味しく飲めそうですか？あ、今日もですかね。今日も、はい、はい、あのちょっとユッキーからも伺ってますけれども、ごめんなさい。あの山口さんはこう宙に浮く日があるってちょっと、はい、お聞きしたんですけれども、ああ、よかった。今日でよかったですね。今日は、はい、まあちょっとこう浮かないですよ。浮かないです。もうそもそも今沈んじゃってるんで、それちょっとこうちょっとなんか戻ってきたかなぐらいで、そうなんですね。決してまだね浮かないんですけど、あ、今日でよかったです。あ、じゃあちょっとビールも美味しく、そうですね。ね、飲んでいただければと思います。まさか今日その話が出てくるとは。いや、私もあのお話を振るつもりはなかったんですけれども。今日はね、あの、はい、正直全く油断してました。してましたね。不意打ちでしたよね。全く不意打ちでしたね。基本的に午後の出番の時ね、あんまりその野球の話ってね、はい、まず出てこないんですよ。そうですよね。あのやっぱり午前中ですよね、きっと。そうなんです。午前中はね、あの、まあ、よくね、ボッコボコにされるんですけど。ユッキーによろしくお伝えください。そうです。今はね、あの平和な、平和なんですね。あの期間ということで、お互いで、あの休戦ですか。休戦協定結んでるんですけれども。なるほど。そうなんですね。6月入るとね、はい、ちょっと、おお、かなりね、はい、バチバチなことになってると思いますんで、はい、今はまだ仲良くっていうことにしてます。仲良く。私もちょっとあの様子をね確認できればと思います。ここまでありがとうございました。それではひととき素敵なひとときをお過ごしください。